こんにちは、フィーフィィです。8月11日竹島の近くの日本の EEZ でまた韓国が日本に無断で海洋調査を行っていたのが確認されましたこれで4回目です韓国は日本からの経済支援が欲しくて日本にすり寄ってる一方でこうして日本を怒らせるようなことをしてきますもうあきれます 日本の外務省は我が国の e z において事前の同意なく調査が行われたことは受け入れられず即時に中止すべきであり強く抗議する旨を申し入れましたなんてコメントしていますがまずこうした日本政府の対応が弱いんです何度抗議してもまたやるってことは日本政府による抗議が効いていないということです 口だけで抗議しても効果はありません。経済制裁をしろとまでは言いませんが日本はせめて今韓国にしている経済支援を中止すべきではないでしょうかユン・ソンによる政権を「新日政権だ」なんて報じるメディアもありますが、まあ、こうした行動を見てもわかるとおり「新日なんかじゃありません」。 ユン・ソによる大統領本人も言っていましたが日本から経済支援が必要なので日本に対する反日を抑えているだけです反日をすれば国民からの支持率が得られることは分かっているが私は韓国経済を立て直すために日本を刺激するようなことはしないとそうユンさん自身も言っていました日韓関係がこじれると日本から経済援助をしてもらえなくなります でも、そんな、ユン・ソンニョル大統領が、なぜ、日本を怒らせるようなことを、一度ではなく、何度もやっているのか。それは、ユン・ソンニョル大統領が今、窮地に追いやられているからです。ユン・ソンニョル大統領の支持率ですが20、20%前半の低い支持率のままです。 あと、ユン大統領の夫人も今、ブランドバッグを受け取った収賄疑惑などで騒がれています。でそんな窮地にあるユンソンニョル大統領は何か良い,い話題で韓国国民からの支持を得たいと思っています。そこで飛び出したのが石油やガスの埋蔵という話です。 ユン大統領はこの海域で膨大な量の石油とガスが埋蔵されている可能性が高いという調査結果を発表しました。 これといった経済政策の成果が出せないユン大統領は国民からの支持率を集めたいがために何かインパクトのあることをしようとして日本海にすごい量の石油とガスが埋蔵されているなんて大胆な夢のあるような発表をしてしまったんです。ただこれどうやらその採掘は非現実的なものだと言います。このことで野党からもかなり批判されているんですがもう海洋調査 を始めてしまっていてそこに大きな資金も投入してしまったので今さら引くにも引けませんここに石油が埋蔵されているとユン大統領は躍起になっています韓国のリーダーというのはユンソンニョルさんに限らずいつも口では大きなことを言うんですが中身がありませんムンジェインさんもそうでした 大統領だった時コロナのワクチンを大量に入手した後国民に対してすぐバレるような嘘をついたこともありました実際には入手できていなくてその後国民からバッシングをされていました今回のユン大統領による日本海での石油とガスの発言も信用はできません 韓国メディアであるハンギョレ新聞はユン・ソニョル大統領が日本海に膨大な量の石油やガスが埋蔵されている可能性が高いとしてボーリング計画を承認したことを発表して以来これに対する信憑性や疑問が日増しに高まっているとそのように報じていますそこにどれだけ埋蔵されているかもわからないと専門家たちも言っているそうですそもそも1回のボーリングには日本円で約 114億円以上の費用がかかります埋蔵量が十分に把握できていない段階でここまでのお金をかけてやるのはあまりにも無謀です韓国の財政が持ちませんユン・ソンニョル大統領のいい加減な発表に政府は責任を持って対応すべきだとハンギョレ新聞は報じています まあユン大統領は支持率が低迷する中で大きなことを言ってしまったのでしょう本当は日本を刺激したくはないユン大統領ですが支持率が上がらないためここでなんとか国民からの支持を得ようとして完全に空回りしてしまいましたもう今はなりふり構わず日本政府が怒ろうと海洋調査を推し進めようとしています まあ以前から歴史問題や竹島のことになるとユン政権も日本には突っかかってきていました。まあ今回の日本の E.E.Z. での調査ももし日本側と摩擦を起こしたくないというのなら、まあ少なくとも事前に日本側に申し出て許可を得るべきでした。それどころかまあ日本の抗議に韓国は突っかかってきたんですね。 あとこの件でなぜユン大統領が振り切ったかというとそもそも最近の韓国は経済支援を求めてどれだけ日本にすり寄っても無視されているからですまあそれなら支持率を上げることを優先して日本がどれだけ怒っても海洋調査を推し進めようとなったわけです、まあ、ただ日本政府は韓国の海洋調査に対してもっと強い対応に出るべきです この問題は日本の領土に関わる問題です日本政府は口だけで韓国に抗議して終わりそれでは韓国に舐められます昨年12月にも韓国は竹島周辺で軍事訓練を行っていましたこれ韓国は毎年行っているとはいえ日本としては許し難い行為です 韓国は日韓関係改善に動いていると見せかけて、やはり日本への姿勢を根本から見直して改める気がないのでしょう。ユン・ソン・ニョル政権の言う日韓関係の改善とは、日本からの経済支援のためで、結局は日本を利用したいだけです。この軍事訓練の件でも、日本政府はいつものように韓国側に抗議したそうですが、抗議しても韓国はやめませんでした。 まあ、安全保障上、日韓での関係を維持することが求められているとはいえ、日本が韓国を経済支援する必要はありません。そもそも安全保障に関して、日韓で協力とは言っても、これ日本が一方的に必要なのではなくて、韓国にとっても必要なもので、日本が過剰に韓国に配慮する必要はありません。 まあ韓国がそれを理解せず日本に対しての姿勢を改めない以上日韓通貨スワップを直ちに中止すると韓国側に日本は突きつけたら良いと思います。 ユン・ソン・よル政権が、この竹島の県に限らず、徴用工、慰安婦など、韓国の捏造の歴史を修正して、正しい歴史を韓国国民に教えない限り、真の意味で日韓関係の改善には進みません。歴史認識が違っても、まあ、お互いに未来志向に行ければいいんですが、韓国は違います。自分たちが捏造した歴史で、日本を恨んで何度も断あるごとに日韓関係を壊します。もう、 口先だけの日韓関係改善の言葉に日本は騙されてはいけませんというかそもそも日本と韓国をめぐって領土問題なんてものは存在しません歴史を勉強すれば竹島が韓国の領土ではないことは証明できます竹島はこれまで歴史上そして国際法の上でも一度も 韓国の領土だったことはありません。韓国,国民がその正しい歴史を学んでいないだけです。ユン・ソンニョル政権は日韓関係改善というのなら勇気を持って韓国国民に正しい歴史を教えるべきです。ずっと捏造の歴史を学んでいるから、韓国の人々はいつまでも反日だし、日韓関係は本当の意味で改善しないままなんです。 あと、竹島にはたびたび韓国の政治家が上陸していますが、日本政府の日本の国土に対する対応は緩いです。国土は国家の最優先事項で、国土があって国民がいて国が成り立つので、政府が領土を譲るなんてことは許されません。領土を侵略している側にヘラヘラすることもありえません。 韓国は日本の領土を不法占拠しているわけですから、韓国に対して厳しく対応していただきたいです。これ、不法占拠とあえて言葉を選んで言っていますが、これは侵略です。ロシアと何が違うのでしょうかえ。韓国はアメリカの同盟国なので日本が配慮しているだけで、もう日本からしたら侵略国家です。あと日本政府は、 公共放送も含めて韓国をご利用し、韓国を上げする放送を、日本の放送局を野放しにしていますが、それでいいと思っているのでしょうかえ韓国は侵略国家で、まあ言葉を選ばず言うのなら敵国なのですから、まあせめて公共放送の韓国上げに対して日本政府は指導すべきです。まあこのチャンネルでは、 配慮して韓国を仮想的国と表現していますが、日本政府の平和ボケもほどほどにしてほしいです。あと、日本のメディア自身もですが、やれ K-POP がどうだとか、韓国グルメがどうだとか、もうやたらと韓国をごり押ししますが、 今日本の領土を不法占拠している国をご利用しするなんてもう異常です世界のどこを見ても自分の国に嫌がらせを繰り返す国をメディアがご利用しするなんて国はありませんまあいずれにしても韓国という国が日本に対してどんな姿勢の国なのかしっかり知っておく必要があります その上で日本は韓国と距離を置いて付き合うべきでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィフィーチャンネルの登録もお願いします